ホームレス緊急一時宿泊施設はホームレスに対して健康悪化を防止する等を目的として提供される緊急一時的な宿泊場所。略称はシェルター。日本の厚生労働省のホームレス対策として2001年から実施されているホームレス緊急一時宿泊事業により設置される。本事業は都道府県または 市区町村が実施するが、適切な運営が確保できると認められる、社会福祉法人や特定非営利活動法人などに、事業の一部、または全部を委託することができる。施設管理者の許可を得て、原則として無料で利用することができる。利用期間は、6ヶ月以内を原則とするが、管理者の許可があれば延長も可能である。就労意欲のある利用者に対しては、 ホームレス自立支援施設の利用を促すなど就労を支援するほか、利用者の健康管理のために保健所と連携して健康診断を実施したり、福祉事務所と連携して福祉サービスを提供する。ホームレス対策について現行ホームレス施策の概要等ホームレスの実態に関する全国、調査報告書の概要ホームレスの自立の支援等に関する基本方針。 ありがとうございます。